はい、半間岩尾先生です。今日ですね、月曜日、夜中ですけれども、月曜日からのバイナリーオプションの投資の、試験ですね。今回は、15分バイナリーオプション、それから5分のバイナリーオプション、それから1分のバイナリーオプション、それから、30秒のバイナリーオプションと4つを、試験デモでね、試験投資してまいります。現在ですね、この時間ですね、4時41分月曜日ですね。で、9月17日になりますけれども、でですね、このようにね、1台、2台、3台、4台のパソコンが動いております。4台ですね。でですね、こちらのメインは30秒のバイナリーオプション準備ですね。まだ始まってませんけども、ついております。表示はね、これ一部だけなんでね、分析はこうなるんですね。これは15分足の30秒バイナリーオプションの投資ですね。のインジケーターですね。で、こちらが、5分足の、バイナリーオプションの投資です。で、こちらが、15分のバイナリーオプションのインジケーターです。で、こちらは1分足のバイナリーオプションのインジケーターです。で、計ですね、4つが動くわけですね。月曜日の、8時、9時からですね、始まりますけれども、リモートでね、全部実施いたします。このように1分、15分、30秒、5分ですね。大変忙しくなるんですけども、月曜日は連休でしょ。ね。で、このようにね、下準備しておきました。朝方4時42分ですからね。で、まあ4台準備しておいて、で、5分足は通過5分7個しかないんですね。で、30秒も、通過しか、あ、すいません。1分バイナリーオプションも7通過ですね。こちらは17通過。15分バイナリーオプションは17通過使います。というわけでね、選別はしやすくて稼ぎやすいのが一番15分足がいいんじゃないかと。通過国がいろいろ選べるということでね。で、1分30秒はね、これがちょっと面白いなということなんですけども、先週は全部勝ちましたね。試験投資だったけどね、全部勝ちました。で、1分、じゃあ1分抜かしてね、1分と5分抜かして15分でしょと、30秒と15分で勝ちましたね。ちょっと違う系統が15分あったんですけども。で、今度はだから30秒と1分と5分をね、増やして、ね、15分だけは2つやってね、まあ、成績は プラスでしたね。両方でプラスでしたね。で、30秒が楽しみなんですね。で、これ、表示ね、リンク先のとこから入手できますけど、同じものがね。これ、表示こんな感じになってます。ね。全部分析させません。ね。この線までなってますね。黄色い線。見えますね。全部そうなってますから。ね。リンク先で一緒、同じもので。で、これ4時39分45秒にシグナルが来たんですけども、これはまだあれですね、立ち上げた時に出ただけで偶然ね。最初は
まだダメですね。つけた時はね、動作することがあります。それでこれ 55% の 60% 以上の分析ですね。で、00ピップス以上ね。これは 60% のその80にしてますね。これは 60% の80ですね。5分、1分の、こちらは、こちらはいくつだ。こちらも、ちょっとメガネかけないとわかんないな。で、ちょっと見てみますけどね。タブレット PC なんでね、ちょっとちっちゃいんですよ。ですね。あ、60の80ですね。60の80ですね。そんなことでね、準備が、これ Windows 10ですね。でこちら Windows 7です。で、まあ準備ができたということですね。ちょっとね、私のね、もやし栽培機を、自動もやし栽培機をちょっと買ったんで、電源をつけてて、ね、両方やりながら、もやし栽培機、水耕栽培機もね、ちょっと用意したんですけどね、実験でね、ちょっとやっていこうと思ってましてね。まあそんな感じですね。準備がこのようにね、4台揃ったというわけですね。どうもありがとうございました。